ございます。はい、ということでね、今日はね、バスバスを釣りたいと思います。泳がせするから、泳がせ釣りっていうね、泳がせ釣り、泳がせ釣りをしていきたいと思います。もうサビ際だから、もう卒業したい、まだや、サビ際まだ卒業でけへん、うん、で釣ったやん、もう、うん、で、自分今日使った金額言って。今日はもう4000円ぐらい。前回6000円な、うん、今日4000円な。サオまだもう一本買うから。ちょ、ノコミチルやつするじゃん。プロ用の釣りするじゃん。今日は翼をね、泳がせに狙っていきたいと思います。もう朝の試合が3時33分で、あと10分で来てますんで、じゃあね、また恒例のごとく、この彼のイザマを、彼女やから、彼女のイザマを、自分だから、だから2段階目ってシートベルトせえよ、お前。これは無視や。どこにしてんねん、これ、シートベルト、これ。そんな無視できるかっていう感じするな。はい、じゃあ今からね、釣りをしたいと思いますけども、今日も泳がせ釣りをね、していきたいと思います。でさっきサビキして、魚釣ってから、朝、泳がせと、今日はやりたいと思います。さっちゃん一発目、うわ、でかい、でかい、でかい。マジか。いや、分かる。ちっちゃすぎた。うまい、さばい。おそばはめちゃくちゃ。しかもちゃんと口で。口で。口で向かってる。めっちゃ元気や、めっちゃ元気や。サバが欲しい。泳がせするから、生きる、生きる、めちゃめちゃ釣れるから。サバの方が釣れる、釣れる。イワシとかいる。イワシなんか死ぬわ。イヌシって死んでまうな。すごいよ、これ。あるけれど、そんなの忘れて
みんな仲間が釣りに行くしな。食べてたらもらってね。アンジー、アンジー。これも食べるのか。これもうまい。ただ元気で綺麗に張りから取れた。はい、オッケー。お前頭からいってんな。そうやろ、絶対やね、思うんで。すごい、これ頭。そう、頭から絶対いきよんねん。食べてる。すごいすごい、きれいきれい。大きいけど血だらけ。あ、入ってもうた。水槽の中入ってもうた。ハサミが。
アジでもいい。アジでもいい。でもサバまで行くかな。これはもう死んでしまう。あ、即死やった。これはもう、食うたら絶対跳ねる。そうやな、場所だけ分かったりするから、この第一ヒレこの上のこれの上の色が痛ーって顔する。あーってことこれ、あ、その背びれ、これ投げる、これヒューってゆっくり投げなかった、ちぎれるからふわーって投げる。あ、オッケー、絶対ないや、そう、合わせなあかんの。子供に